ゆっくり霊夢です。どうしたのマリサ？ゆっくりマリサだぜ。気に入ってた定食屋の主人が息子と代替わりしたら、あんなに好きだった定食の味が失われてしまって泣いてるとこだ。ああ、代替わりあるあるだよね。あの人にしか再現できない唯一の味だったんだ。もう食べれないと思うと。意外ともう再現できない巡り合えないものって多いし、結構ショックなんだよね。わかるよ。だから今日は、現代の技術でも再現できない古代の技術第2弾を紹介しようと思う。もしかしてそれが言いたかっただけ？それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、石同士がぴったり密着で紙すら通らない、サクサイワマン。トップバッターはサクサイワマンの紹介だ。サクサイワマンとはインカの遺跡で、ペルーの南東部に位置するクスコに存在する。インカの遺跡といえばマチュピチュが有名だが、実はサクサイワマンも世界遺産に認定されてる巨大な遺跡なんだぜ。そうなんだ。マチュピチュ同様に美しく壮大で、そして謎めいている。サクサイワマンは15世紀の後半頃に建造された遺跡だ。建造の目的は城塞、宗教施設などと考えられているが、未だに確定はしてないようだ。ふむふむ、そんなサクサイワマン最大の謎であり、最大の魅力、それが石積みだ。インカの石積みとも呼ばれ、その独特かつ精巧な積み方は、現代技術から見てもかなりレベルが高い。というか現代技術では真似しようがないようだな。そうなの？石積みの凄さは見てもらった方が早いだろう。これがサクサイワマンの石壁だ。めちゃくちゃ綺麗じゃない？すごいだろう？カミソリの刃一枚も通さないほどぴったりと組まれた石たち。しかもこれ、隙間に接着剤のようなものは一切使われていないんだ。小さな石から大きな岩まで全て綺麗に切り出され、ちょっとの隙間もなく積み上げられている。綺麗すぎるでしょ。パズルか？まさにパズルのような作り方だ。石と石に凹凸を作りはめることで、密着度と強度を出しているからな。その作りからかなり耐震性があり、過去に起きた地震でも崩れることなく姿を保っていた。大昔にこれだけの技術を見出すってすごい。その建造方法は一応明らかになっているが、かなり無茶を感じるぜ。同じ形に形成された石ならまだしも、この石は全て形はバラバラ。積んだ時にぴったり組めるよう計算して、一つずつ形成したことになる。その上これらの石は全て自然に転がっていたものを加工したようで、別の石を道具に根気よく叩いて削り出す製法だそうだ。叩いて削り出したの？ああ、そして運搬は人力で引きずって行われたようだ。だが、サクサイワマンを形成する石の中には、250トン級の巨石も含まれている。これだけ巨大かつ重い石を人力で叩いて削り、運ぶというのはかなり無茶な話に聞こえるよな。その場にあったとしても叩いて削る労力、途方もなさすぎるって。サクサイワマンでは約30キロ先に石切り場が見つかっているから、そこから運んできたことになる。もう夢物語のような話に感じるよな。インカの伝説では、天使が魔法で石を運んだというものがあるが、そっちの方が信じられるような気さえしてくるぜ。時間をかければできるだろうけど、もっと効率いいやり方考えるもんじゃ。どうしてそんな遠くから運んだのか、なんでこんな大きな石を使ったかは過去の人々しかわからない。一応製法もわかってはいるが、現代でこれを再現するのはいろいろと難しいだろうな。というか再現しようとならないだろう。それはそう。そもそもインカは文字のない文明だったため、本当の製造方法は残されていない。何かで石を柔らかくしていた、太陽光で溶かしたなど詳しい作り方は諸説あるが、再現することは叶わないぜ。ちなみにこの石組みはクスコのあらゆる場所で見られ、マチュピチュでも使用されている技術だ。広く使われてたのね。マチュピチュでは既存の自然に置かれた岩と岩の隙間をこの技術で埋めている。これは精密な計算と設計、造形力がなければ成し得ないものだ。現代技術をもってしても再現できないと言われるこの石積みだが、見れば見るほど納得できる精密さだぜ。2、まるで浮いてるかのような螺旋階段、聖ヨゼフの螺旋階段。お次は聖ヨゼフの螺旋階段を紹介していくぜ。この階段は支柱のない螺旋階段として、かなり有名じゃないかと思う。以前の動画でも取り上げているため、ここでは詳細は簡単に済ませるぜ。この螺旋階段は見ての通り支柱がないが、支柱のない状態で階段として成立させることは、理論上ありえないとされていたんだ。普通に崩れそうだよね。この階段の凄さは、作られた当時の話が伝説となっているほどだ。設計ミスで階段がないと困っていたところに颯爽と現れ、この螺旋階段を作ったのはたった一人の老人だった。持ち込んだ道具はノコギリ、T字定規、金槌だけだと言われている。人助けおじいちゃんすごいな。螺旋階段は全体が木材で作られており、留め具として使われたのは木の杭だけ。当然だが鉄の釘や接着剤は使われていないぜ。完成当初は手すりもない状態で、まるで浮いてるかのようだった。目を疑うわよこんなの。
加えて使用された木材が一体どこのものかもわからなかったんだ。木材はこの階段があるニューメキシコ州近辺で取れるものではなかったようで、おそらくは老人が持ち込んだのだろうと言われている。ご老人、一体何者？謎を聞き人として語り継がれている。しかも誰かが作業現場にやってくると作業を中断していたため、どんな作り方をしていたのかわからないなんて話もあるな。この老人は階段を作り終えるとどこかへ消えてしまったため、木材の仕入れ先も製作過程も謎になっている。めちゃすご技術だけが残されてる。ただ構造自体は再現不可能ではないようで、実際にルーブル美術館には支柱のない螺旋階段が存在してはいる。だがこれは当然木製ではなく鉄製で、聖ヨゼフの螺旋階段の再現というには少し無理がある。構造の再現はできてるけど、この階段に使われた技術の再現はできてないってことね。そうなんだ。しかもこの聖ヨゼフの螺旋階段、1887年に作られてから今まで一度も壊れず、未だ現役らしい。10人以上の人が乗ってもびくともしない強度もあるんだ。稲葉かな？100人は面積的に無理だ。ちなみに聖ヨゼフの螺旋階段は登ると弾力を感じることから、コイルバネと同じような構造で、重さを分散してるのではないかと言われている。あの階段全体が支柱の役割を果たしてるのではないか、ということだな。そんな簡単に行くかね？まあ行かないな、おそらくだが、高度な職人技によって成立している階段ではないだろうか。板の強度や階段の幅などを網羅し、経験と手が覚えている技で、完璧なバランスになってるんじゃないかな。それは再現不可能だ。てか老人本当に何者？本当だよな。時として、職人が長年の経験から生み出した技は、現代の技術をもはるかに凌駕することが証明されたな。技術の進化は会議室で起きてるんじゃない。現場で起きてるんだよ。いいこと言うじゃないか。加えて板の曲線も再現するのが極めて難しいと言われている。かなり精密かつ繊細な曲線を描いているため、これを作った人は相当な技術を持っていたことが伺えるな。おそらく長年建築に携わった、プロおじいちゃんだったんだろう。まさに職人。しかもお礼も受け取らず、助けるだけ助けて颯爽と消えていくなんてかっこよすぎるよな。さっきも言ったが、経験と感覚で作られたものは、現代の高度な技術をもってしても再現するのは難しい。そう考えると、現代の職人業の衰退は悲しいことだよな。失われる技術がどんどん増えていっちゃう。3、鏡だけでローマ軍の艦隊を燃やし尽くした、アルキメデスの熱光線。お次は最強の古代兵器10戦の動画でも取り上げた、アルキメデスの熱光線を紹介するぜ。古代ギリシアにおいて天才と呼ばれた科学者アルキメデス。彼が作った伝説の兵器がこのアルキメデスの熱光線だ。これが活躍したのは彼の故郷である、シチリア島シラクサにローマ軍が攻めてきた時のこと。故郷を守る英雄じゃん。アルキメデスはギリシャ軍に指示を出し、鏡を集めさせた。巨大な鏡を何枚も集めると、それを城壁に並べローマ軍の船に向けさせた。すると鏡が太陽光を集めたちまち鉄管が燃え出し、その火は艦隊を燃やし尽くして壊滅させたという。いや強すぎない？利用したのは太陽光だけ。あまりの威力に死の光線とすら呼ばれ、ローマ軍に恐れられた。逃げ場のない海上で突然船を燃やされたら勝ち目なんてないからな。2300年ほども前に反射の法則を計算し、太陽光と鏡の力に気がついて、兵器に利用するなんて本当に天才としか言えないな。もしかして転生者ですか？この装置の具体的な姿や作り方は明らかになっていないが、おそらく小さな鏡を集め巨大な鏡とし、一つ一つの鏡は、角度を調整できるような仕掛けが施されていたのだろうと言われている。また焦点を自在に変更できる工夫も施されていたと推測されているぜ。しっかり作られてたのね。艦隊を壊滅させるほどの威力だからな。この技術は伝説としても史実としても語り継がれ、研究されてきた。様々な実験の結果、今では理論上は可能と言われているぜ。特にシチリアは日差しが非常に強い場所だからな。その日差しがあれば理論上はできるとされてるぜ。故郷の特性もしっかり把握してたのね。ただこれを本当に実戦で使えるような兵器として再現するのは、今の技術でも難しいのではないかと言われている。研究の結果、鏡の面積は100平方メートル以上でなければならないことが分かっている。それだけの大きさの鏡で、太陽光をうまく一点集中させなければならないため、かなりの精密さは求められるだろう。壊滅させられるほどの威力にしないとなんだもんね。一個一個は小さい鏡だとしても、微調整をしてうまく一点集中させないといけないからな。それだけの鏡を集めて微調整を加えて、艦隊を燃やし尽くせる装置にするのは、相当な技術だったと思うぜ。
思いついただけでもすごいのに、実現させてるのがヤバすぎる。燃えなくても眩しさだけでかなりのダメージになっただろうに、完全に撤退させるために発火させてるわけだからな。アルキメデスの優秀さと妥協しない精神が垣間見えるぜ。恐ろしいわね。現代ではこの兵器を使わずとももっと優れたものたちがたくさんあるし、再現されないというのもあるけどな。ただ実際に城壁から海に浮かぶ船を狙い撃ちできる性能を持つ兵器は、アルキメデスの死後登場していない。つまりはそれだけ再現が不可能に近しい、失われたテクノロジーだったんだろう。唯一無二の技術力、しかも自然の力を利用するから何回でも攻撃できるのもこの兵器のすごいところよね。4、竜が鳴く噴水の立つ不思議な青銅器、青銅噴水神盆。お次は青銅噴水神盆を紹介するぜ。これは古代中国で作られた青銅製の水盆で、主に風水の道具として使われたものだ。使い方は簡単で、この盆に水を半分ほど注ぎ濡れた手で取ってをこする。すると、ゴーンゴーンという音とともに水柱が立つんだ。うわぁ、何これ、面白い。しかも竜の降臨する流血を作り出すという役割があり、こすった時になる音は竜の鳴き声を模してるそうだ。古代中国ではこれを使った占いがされていたそうで、水柱の立ち方で気分や運気が分かったようだぜ。現在はこれを元にした銅製の、漁船鍋と呼ばれるものが存在しているな。水柱を立てるだけでもすごいのに、竜の鳴き声も再現してるなんてすごすぎでしょ。別の素材でもしたものは作れているが、この青銅噴水神盆自体は今もなお、再現できない技術として知られている。浙江省の甲州博物館に所蔵されている、飲用漁船水盤と呼ばれる青銅噴水神盆は、千面器ほどの大きさで取っ手があり、そこに4匹の魚が描かれている。取っ手をこすると、なんと高さ60センチほどの噴水が4つも現れるんだそうだ。高さすごない？めちゃくちゃしっかり噴水のようになるようだな。竜の口から水柱が立ってるように見えるよう細工もしてあるようで、珍品と呼ばれるにふさわしい代物だ。類似品として現在も存在する漁船鍋では、それほど高く水は跳ねていないように見えるし、どちらかといえば水しぶきが立ってるイメージが強い。古代に作られた青銅噴水神盆の格の違いがわかるだろう。上位互換って感じ。やっぱ古代の中国ってレベチだね。そして実はこの青銅噴水神盆、未だにその構造が明らかになっていないんだそうだ。現代でも見た目など似たようなものは作られているものの、機能面が圧倒的に劣っているからな。音が鈍くて似ていなかったり、水柱がうまく立たなかったりな。そら構造が解明されきってなきゃできないよな。壁経という古代中国の書物には、科学的な考え方は書かれているものの、機能面が圧倒的に劣っているからな。そのためこの青銅でできた神盆が一体どうやって作られたのかはまるで謎なんだぜ。どうせなら作り方まで書いといてくれ。現代技術で研究していてもわからないことというのは、意外とあるもんなんだな。類似品が作れるというのが現代技術の高さを表しているものの、その元になったものが遥か昔に作られてると思うと、なんだかワクワクするぜ。古代の方が高度な文明だったらと思うとロマンがすごいよ。ちなみにこの青銅噴水神盆に使われている水柱が立つ原理自体は、結構簡単に再現できるぜ。身近なものだと料理に使うボウルでも、半分くらい水を入れてうまくこすると水が振動して跳ね出すんだ。そうなの？後でやってみよう。あの性能を再現はできないが、そんな再現不可能な技術に思いを馳せることはできるからな。古代で作られた青銅製のものですら再現が難しいことがあるなんて、現代技術こそ最高で高レベルと思いがちだが、案外今の文明もまだまだなのかもな。5、高度すぎるアナログコンピューター、アンティキテラ島の機械。最後はアンティキテラ島の機械を紹介するぜ。アンティキテラ島の機械は以前オーパーツの動画でも紹介したが、世界で発見されてる古代技術の中でも、1、2を争うほど謎の多いものだ。オーパーツの中でもすごいやつよね。アンティキテラ島の機械が作られたのは、紀元前3世紀から紀元前1世紀中頃にかけてで、歯車式機械と推測されており、世界最古のアナログコンピューターだと言われている。全体の動きを予測するものだと言われているぜ。これとんでもないことよ。しかもアンティキテラ島の機械を作るために使われた知識は、複数を掛け合わせたかなり高度なもので、その部品も精密かつ精巧だ。近年ようやくこの構造が明らかになったが、その内部は紀元前に作れるとは到底思えないようなものだった。見た目もめちゃくちゃ綺麗。研究に参加した科学者は、アンティキテラ島の機械の複雑さを考えると、パーツ間の関係は無限大のように思います。とした上で、これまでに発見されてきたものとは、根本的に異なる断りの外にあるものです。と語った。現代の科学者が古代技術にひれ伏してる。この機械に準ずるようなものが、
過去どこにも存在していなかったことが技術力の高さを証明しているだろう。何しろ構造の復元中に分かったのがバビロニア天文学、プラトン学派の数学、古代ギリシャの天文学理論の天体周期を見事に組み合わせた、天才の創造物だということだったらしいからな。すごい持ち上げ方。実際に研究に関わった人間がそう言ってるんだ。想像を絶する技術の集大成が詰まっていたんだろう。この研究ではデジタルレプリカも作成されたようだが、実物で再現とまでは至っていないようだ。また X 線調査でこの機械がどんなものかを示す文章が発見されたようだが、全容は未だに明らかになっていない。これだけ現代技術を駆使してもまだわからないことがあるなんて、形状や動作が再現できるようにレプリカを作成したようだが、そもそも発見されているのが全体の3分の1程度のため、ほとんどが推測で作られているだろう。ひょっとしたら本物はもっと別の作りだったかもしれないしな。推測で補えるのはさすが現代技術って感じ。しかも機械に、歯車を使うという考え方すらなかった時代に作られたこちらの機械だが、内部にある歯車はそれぞれ惑星、月、太陽が古代の星図を横切って移動し、日食や月食のタイミングを知らせてくれるようにされていた。技術力高すぎてもはや怖いよ。ただ当時は天動説が主流だったため、それに基づいて地球ではなく天体が動くよう設計されていたようだ。これを聞くと本当に天動説時代の人間の作ったものなんだと納得してしまうよな。技術力は現代だけど常識は過去っていうアンバランスさ、ロマンだよ。アンティキティラ島の機械はその全貌も謎となっているが、誰が誰のために作ったのかというところも疑問になっている。その中で最も多くの研究者が名前を挙げるのが、アルキメデスだ。まさか本日二度目のご登場？実はアルキメデスが生きていた時代は、ちょうどこのアンティキティラ島の機械が作られたのとほぼ同じなんだよ。加えてこの時代に、アルキメデスと同レベルの高度な工学的知識を有していた人間は発見されていない。まさか、世界最大級のミステリーを生んだのはアルキメデスさんなの？これだけの技術を成し遂げる知識を持っていたのは、発見されてる中ではアルキメデスだけだという結論だな。もちろん歴史的資料や、何かに繋がりを示唆する記述があったわけでもないから、あくまで推測の域を超えないけどな。いやでもそう考えるよね。アルキメデスっていう名前の時点でもう天才のオーラダダ漏れだし、今日紹介したもの以外にも、現代人もあっと驚くような発明や結果を残しているし、その中にもしかしたら、アンティキティラ島の機械も名を連ねることになるかもしれないぜ。尊敬する人の欄アルキメデスさん一択になっちゃうよ。その時代持てた全ての知識を掛け合わせ、かつこれだけ精密な機械を作れた天才、そして現代の知識をもってしても暴ききれず、技術の再現をすることすら許されない古代文明、ロマンがありすぎてご飯が進むぜ。うんうん、余裕で3倍はいける。だがデジタル上ではレプリカができ、どんどん研究も進んでいる。アンティキティラ島の機械を実物として再現できる日もそう遠くないかもしれないな。再現されてほしいような、されずに伝説となってほしいような。というわけで今回は、現代の技術でも再現不可能な古代の技術第2弾をお届けしたぜ。まだまだ再現できないような古代の技術ってたくさんあるのね。古代と侮るなかれ、今では想像もできないような英知と技術がそこにはあったかもしれないんだ。まあどれだけすごい文明があったとしても、もはや神のみぞ知るなんだけどな。もう残された資料や実物からしか確かめようがないから、なおさらロマン感じるんだよねー。古代の常識は今の非常識、今私たちが常識と思っている技術や知識も、数百年、数千年後には全く解明できない謎になってるかもな。てなところで今回の動画はここまでだ。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくねー。